堀之内軌道は、静岡県にかつて存在した軽便鉄道である。路線は、堀之内町の東海道本線堀之内駅前から、池新田村までの区間を通っており、内陸の東海道本線と海岸部に近い地域を結んでいた。本社と車庫は堀之内町にあった。馬車鉄道として開業。蒸気鉄道への転換を図ったが、第一次世界大戦に伴って石炭価格が高騰していたことと、市街地を走る軌道に黒煙を吐く蒸気鉄道はふさわしくないとして、断念。電気鉄道への転換も、投資額多額から断念、姉妹会社の関係にあった地元の機械製造業で、ある松下工場が、ドイツのモトーレンファブリークドイツ社製発動機の販売代理店であったことから、オット機関車と呼ばれる、同社製の小型ディーゼル機関車を導入して運用した。これは、初期の日本のディーゼル機関車事業例である。地元の茶業、軍需産業等の発展に寄与したが、昭和初期に自動車輸送に押され廃止された。併用軌道区間が多くもともと駅、軌道設備が簡素であったことと、その後の区画整理のため、途中の助クリア水道を除き、現在ではほとんどその名残を見ることができない。現在は志津、鉄ジャストラインのバス路線がこの軌道線とほぼ同じ区間を走っている。1935年12月廃止時点のモノ機関車客車ヤマサ醤油第一工場に展示されているオットー機関車堀之内駅前駅5丁目駅、万田橋駅三軒屋駅、円通寺駅西横寺駅、奈良野駅上平川駅マイナス城、山下駅平田駅橋本駅赤土駅、南武山駅南武山学校前駅川原駅、新野駅木ヶ谷駅大橋駅苗代田駅池、新田駅1934年時点で12路線、使用車両差、クリア水道。ありがとうございます。